花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金吉郎でございます。今日天気が秋晴れのですね、清々しい、天気でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。1週間があっという間ですけどもね。こんにちは、松下としみさん。こんにちは、よろしくお願いします。はい、どうでしょう、秋の、ね、味覚の秋とも言いますけどもね。もうそうですね、何でも美味しいですよね。何が一番好きですか。何かって言われてもいきなり、まあ、秋はやっぱりね、私は栗ご飯とか好き。栗ご飯ね、いいですよ ね。栗ご飯って結構作るの難しいですかね。難しいでしょう ね。私は作ったことないですね、まあ、そうですか。はい、なるほどね。この秋のね、すがすがしい中ですね、はい、今日は素敵なお客様をお招きしております。マジカルヨーヨーストリングスバンドの二人です。イエイ、どうも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 、ご無沙汰しております。まずね、このお二人がですね、お二人のユニット、ですけどもですね、古澤正明さんと、石渡博さんの二人ですけども、はい、こんにちは、どうも。よろしくお願いいたします。以前の古澤さんとはね、もうちょっと昔から、いわゆる、なんて言いましょうか、後でちょっといろいろね、すごく、奇遇な話もあった、出会いがね、いろいろ、ギターをほら、直していただいたりとかもね、して、そう、ギタードクターですかね、古澤さんもね、なかなか、ということでね、どれぐらいになりますかね、前、石渡さん、いらしてから。3年ぐらいですか。3年も経ちました。早いですね。ねえ、早いですよね。3年。お二人はね、そのビートルズの、この CD2 枚ね、出てますけども、そのビートルズのこれはカバーアルバムっていうことになりましょうか。そのカバーというか、ストリングスだから、まあ、ね、歌らしいというかね、ということでね、僕は初めて聞いた時にびっくりしましたけどもですね、まずですね、この CD の中から聞いてみましょうか。これは、これボリューム1ボリューム2がありますけども、このブルーと赤、これ赤がボリューム1になりますよね。ですね、ブルーがボリューム2ということで、このボリューム2の中から今あれじゃないですか、ビートルズのあの方ですね、タイムリーですね。ねえ、ポール・マッカートニー来日してますよね。どうですか、今回行かれました。いや、昨日本当はね、行かないんですけど、そうですか、もう若い頃の、素敵な、彼らを知ってるんで、いいかななるほどね。そういう、なんていうかな、こう僕ね、前回ね、ご縁があってちょっと見させていただいたんですよ。昨年、そうです、そうです、そうです、前回ね、それでやっぱり素敵ですよね、なんていうか、バイタリティというか ね、すごいよね、37曲とかね、もう40曲ぐらいずっと、水飲まずに歌いますからね、すごいね、今の日本の人って、もう1曲歌ったら水飲むでしょ、そうだね、俺、あれが許せないんだよね、客の前でお前、水飲むんじゃねえぞみたいな。僕もね、それね、ステージに水を置くっていうのは、つい最近の習慣じゃないかな。そうですよね。だからね、僕はね、なんかちょっとやっぱり苦手なんですよ。で、本当に熱がある時とか、そういう時はその、出る前にね、ちょっと水いただいて出たりしますけど、普通はだからなんかその、あれ流行みたいになってますよね。そうだね。ペットボトル置いてね。あれ、松下さんいかがですか、許せないでしょ、あれ。そうですね、私も時々置きますけど、置くんですか、あんまり置かないでしょ、あなたはだって、ひばりさんだって、水置いて歌ってた。すいません、歌ってないので、置いてません。いや、でもひばりさんについて、デビュー前、あなたもね、ああいう方たちは一切ね、飲まないでしょ、絶対ないでしょ、もうショーが終わるまでは、もうね、昼の部、夜の部、2回ですからね、あの方たちはね。ねえ。
それは僕はよくビール飲みます。あ、ビールはいいんですよ。ビールは別に悪くないんですよね。水よりも水が許せないんですよ、ね、いや、一曲終わってビール飲んでたらもうステージ終わったらベロベロになってますね。それはね、ちょっと、ね、大体ほら一曲終わって飲む若い子話がそれましたけど、あ、それました、早速ね、ということで、マジカルヨーヨーストリングスバンドのね、これボリューム2の中からですね、これ何曲目でしょうか。4曲目、ね、これタイトルは何でしょうか、うん、I've just seen a face、うん、夢の人、うん、はい、ポールの曲です。ポールの曲です、はいはい。いかがでしょうか皆様、素敵なねアコースティックギターの調べね。これ今もちょっとお話してたんですけども、お二人のユニットっていうかそのバンドを組まれてどれぐらいですかね。25年ぐらい、うん、もうでもお二人の間というかそれはもう長いんですか。長いね。50年になるかもしれない。50年、うん、半世紀、うん、18区の時に共通の友人が、うん、石綿を僕ん家に連れてきて、で、その頃ってなぜかギターを持ってきたよね。そうそうそう。で、その日、うん、もう朝までギターを弾いてたかな、2人で、うん、なるほどね、うん、それはもう50年ぐらい前になりますか。ちょうどそのくらいになる ね、 ね、すごいことだね。すごいよね。それで、ね、お互いの喧嘩とかあんまりしないんですか。まあ、基本的に、うん、まあ喧嘩っていうのはあんまりないかもしれない。ただ意見の合わないことっていうのは指示はあるんだけど、うん、例えばじゃあこの曲やろうって言って、うん、それをすり合わせていくことの間では、ね、うん、それぞれの意見があるけど、うん、それはそれで楽しみにしてるかね。なるほどね。大体2人ともわがままなんで、うんうん、これはやりたくないとか、あ、そういうのが結構ある、うん、ありますよね。世代的にね、うん、ちょっとわがままな世代じゃありませんか。そうです、ね、私もちょっと近づいてね、参りましたけどもですね。でもなんかね、そういうお二人がですね、まあ、この番組にもいろんな方がゲストでいらっしゃって、まあ、今後もねいろいろ入ってるんですけども、うん、まあ、僕がね、なんかね、なんとなくこの二人にお会いしたいなって、ふっと思う時があるんですよね。うん。ありがとうございます。ね。いや、どうですか、今日初めて松下さん。初めてじゃないか、2回目、二回目でね。なんかね、うん、優しい気持ちになれる。なれるでしょ。大好き。なんか俺、ほら、いつもカリ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 してるじゃない。ね、なんかせっかちな人が周り結構で、都会の生活ってさ、もう満員電車乗ってさ、あーねー、もう、そういう、なんかね、
ハロウィンとかね、もうなんかもうイライラすることがいっぱいあるんですか。イライラっていうかね、ちょっと行き過ぎだよねあれ。俺あれはね、ちょっともう一回ちょっとその仕事で徹夜してきて、つい最近ね、昨日か一昨日ハロウィンかな、うん、そうですね、一昨日朝方電車に乗ったら、うん、血だらけの女の子があのメイクでしょ。そう、メイク、そのメイクが血だらけなんだけど、それが乗ってきたわけですよ、朝の電車に、始発電車に。で、下のスカートとかドレスが血にこうね染まってたりなんかするから、もうビクッとするじゃないですか。なんかそういうメイク多いですよね。ゾンビ系っていうか、何なんでしょう、ね、だんだんそういう風になってきたのかね、うん、昔はなんかやっぱ本来はね、あの子供たちがね、そうね、回ってお菓子をもらってて ね、 そうね、いう感じだったですけども、まあそういうあの風習も日本ではあんまり昔はなかったですよね、うん、ないですよ、ないですよ ね、 ね、うん、僕なんか九州の田舎だから、そんなないですよ、誰も知らなかったもんだって。いや、東京でもなかったですよ、きっと、うん、だからちょっと非日常っていうのが欲しすぎる、あの欲しすぎてるような、うん、もっと日常を楽しめばいいと思うんだけど、またね、これが憎いな。そうそう、日常を楽しめばいいってね、うん、だからね、仮装するとなんか楽しいみたいですよね、うん、見るよりもね、やっぱりこうそういう風な願望があるんでしょうね、心理的になんか ね、うん、あ、今の人たちの中にはやっぱりっていうことは、やっぱりすごいこう心がね、あのそのちょっと寂しくなってるっていうかね、うん、そういうことかも、現実からちょっとね、やっぱ逃げ出したいっていう、うん、辛い状況もあるのかもしれないですけどもね、うんうん、でもあんまりバカ騒ぎするのもね、まあ、ね、騒ぎすぎるのもなんか、そういう怪我させたりとかね、そういう風になっちゃうんでね、車ひっくり返したりとかは別物、それはちょっと別物ですけどね、うん、ということで今日はマジカルヨーヨーストリングスバンドの2人ですけどもですね、早速ね、なんか生でね、聞かせていただけますでしょうか。まずはどんな曲から。今日はね、実はね、来る時にちょっと早めに来たんですよ、はい、それであのこの裏の公園で、はい、そうなんだ、お日様を浴びながら、あのね、そういうことが僕好きなんだな。もうなんかこう、こう何曲かやって、あ、うん、そうなんだ、まあ、リハも兼ねてなんだけど、でも、そういう風にあの、ね、音を楽しむ、そしてそのお日様をそのまま僕らはここに持ち込もうかな。あ、でもまたこれが憎いんだ。、はい、ね、はい、今日はじゃあ曲目何にしましょうか、あれね、ホールの曲でいきましょう、うん、
イエーイ。いやー本当にね、あの癒されますけども、この朝ね、日差しの中でね、木漏れ日の中、ね、ゆったりとゆったりと、ね、あのいかがでしょうか、ラジオ聴きの皆様、ね、今日はマジカルヨーヨーストリングスバンドということでですね、古澤さんと塩田さんのお二人お招きしておりますけどね。これやっぱりあれですか、古澤さん影響されたのビートルズはちょっとやっぱりあの大きいですかね。そうですね、あの一番最初に洋楽を聴いたのは僕らの世代だったベンチャーズなんですよね、うん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 、であのエレキギターの音っていうのは、うんまあ、びっくりして、はい、それからすぐビートルズ来て、うん、でビートルズにずっとハマって、それからは僕はブルースにハマったりしたかな、うん、だからずっと長いことブルースをやってたかな。あ、そうでしたか、うんうん、石本さん、僕はディランとかバーズとか。あ、いいですね、バーズ、ディラン、あっちの方にしばらくは行って、それからライクダとか、あ、ライクダね、そっちの方ですね。あのね、まあ、ライクーダー、デビッド・リンドレーとかともね、一緒にね、見に行きましたよ。あ、そうです。あ、僕、いや、僕行ってないけど、僕の友達がデビッド・リンドレーと一緒にツアー回ってたんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、それでなんかね、知っててね、いいですよね。やっぱり、お二人こう、ギタリストがまたね、違った、あの、雰囲気の、ね、あの、好みがあって、二人でこう、ビートルズで一緒になるという。まあね、うん、そうだね、まあ、うん、ビートルズは本当にあのそれで育ったみたいな感じだよね、ね、本当にね。うーん、で当時あのレコードがなかなか買えなくて貧乏で、うんうん、であの頃みんな貧乏だったから、うん、はいはいはい、で全部揃ったのはもう本当に年取ってからみたいなね、うんうん、だから若い人はなかなか買えなかったですよね、うん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 、先日あの去年かな、あのエディ・バンさんをね、うん、呼んだ時、エディさんもねそういうこと言ってましたね、うん、あの当時はまあもうレコードも買えずにね、うんうん、あのみんなねあのラジオで覚えた後フェンとかでね、そうだね、フェンで大体そば耳立てて、ああそうね、うん、僕もなんか覚えありますよ、うん、博多に基地がなくなって板付けって基地があったんです昔、うんうんうん、それでその基地がなくなって、まあ当然 FN もなくなってね、うん、あのだから東京出て行ったらそのフェンが聞けるってね、うんうん、それ楽しみにね、うん、してましたけどもですね、うん、あのそういう思い出って僕らの世代でありますよね、うん、だってあの本当になんかこうその中から流れてくる曲がどれもなんか新鮮でね、だね、うんうん、ただ、ね、おもちゃ箱からなんかいろんなものが飛び出てくるように、そうそう、あのパンドラズボックス ね、うん、そういう感じがしますよね、うん、でファハイファイじゃないんですよね、はいはいはい、トランジスタラジオとかそういうので流れてきても、うんうん、いい音楽はやっぱりいい音楽っていうかね、うんうんうん、なるほどね、うん、そうか、今日はねあのマジカルヨーヨーストリングスバンドのお二人ですけどもですね、なんかファックス来てますでしょうか。あ、来てます、はいはい、ファックスそちらに、はい、こちらもありますか、はい、僕から行く、はい、あ、行こうか。じゃあですね、金尾志郎さん投げ銭 FM オン中、ということはですね、チャーリー佐藤さんですね、投げ銭 FM になっておりますけどもね今日投げ銭多いよ、1,2,3,4,5万、うわすごい、お過去最高額、だからこう5人いるから1人1万ずつ分けたらもうどんなに幸せになるか意味がわからない、意味がわからない、意味わからない、説明して、ほらこれ投げ銭、へえ、ね、いつもこんなことしちゃいけないんで本当はね、本当はダメです、うん、あのこうやってね投げ銭行くよ、で投げ銭ライブとか僕たまにやるんですよ、うんうんうん、だから結構それから来てるんじゃないですかね、うん、世の中には不公平なことが多いですね、はい、大井競馬場で20万円当てた斉藤が先週競馬で100万馬券を取りました、お京都12レースを買ったつもりが間違えて新潟12レースに登場しておりました、すごい、結果104万円当たりました、すごい、すごいね、これもね、すごい強運ですね、うん、やっぱりすごいね、なんか結構さんはすごいんだ ね、やっぱりね、運がある、俺博彩何にもないからね、ギャンブルやったことないですから、
パチンコも、パチンコもほとんどないですよね。じゃあそういう人はなんかね、ビギナーズラックで。でも案外ビギナーズラックが、ね、ドッカーンと、そうですかね。そう、ドッカーンと何億。いや、ただこの間俺セブンイレブンでお茶が当たってもう小躍りしたもん。それだけでもものすごく嬉しかったもん、なんか当たっただけでね。すごい。でもこれ。104万これすごいね、うん、少し分けてもらおうと画策しておりますということでね、うん、今日は日の当たる坂道をよろしくお願いいたします、チャーリー佐藤さんですね、だから太っ腹、もうもらったつもりで太っ腹になってんじゃないこれはすごいなあ、らららすごい、ちょっと後で電話してみよう仲良くしよう、ねそういう人もいるんだね、ね、100万円すね、ね、すごい、すごい、ね、当たるっていうことはすごいよね、もうね、昔も今も100万って大金ですよね、うん、なんかね、大金って言ったら大体100万からでしたもんね、100万円って言うと、うん、すごい大金、100万円って言葉が、うん、そうそうそう、ね、うん、そうそう、昔あれですよね、100万長者、そう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 、ね、そうなんですか、うん、億万じゃなくて、億万じゃなくて100万だから、でも億万長者、でもじゃがいも億万長者じゃないか、あ、そうかそうか、億万長者でも今100万でね、うん、あの政治の世界もそうそう、政治の世界も100万で自分の命命取りになりますからね100万というのはちょっとね、危険なあるかもしれない、ね、うん、魔力があるんですよ、100万すごい、そうかそうか、そういうね、うん、ことですね、素晴らしいですね、こちらもあります、うん、読みますか、もう一曲じゃあ、はいはい、生で行ってみますか、なんか曲を、ね、素敵な曲、OK、じゃあディスコをやろう、うん、はい、ちょっとマイクセットしますね、はい、
はい、ということでですね、マジカルヨーヨーストリングスバンド、今日は生演奏でねお届けしておりますけれども、 This Boy でしたね。これも懐かしいですね。懐かしいね、うん、これあのお二人ともなんかすごいあれかもしれない、もうちょっと音を上げてもいいかもしれないですね。あ、本当、そうですね、うん、全然いいですよ、はい、本当に奥ゆかしいお二人ですけど、ね、いやでもきっとラジオのそのままの音源はすごく素敵にもう入ってるんで、今僕確認しながらあれですけども、はい、動画は生で撮ってるじゃないですか、はいはい、生音、生その要するにダイレクト映像にとっては音がおそらくちょっと小さかったんだ。なるほど、うん、そのバランスまで考えながらよく気がつくでしょ僕もね。さすが、すごい、ね、そこら辺をねでも考えながらずっとねこうあれしてるんですよね、うん、だろうね、うん、でも、うん、もう僕10年目ですからね今年。あ、素晴らしい、素晴らしい、ね、もうね、あっという間に時がね過ぎてしまいましたけども、うん、早いものですけどもですね。でも古澤さんと僕出会ったのも結構ずいぶん前のね、そうかもしれない、しょっちゅうねお会いしたりは10年ぐらい経つのかもしれない、ね、そうですよね、もう10年ぐらい経つかもしれないですね、うんうん、ね、うん、実はね古澤さんが今そのあっすっごいあんまり言わない方がいいですかね。いや、じゃあ大丈夫、大丈夫ですか、うんうん、高円寺でね、まあその楽器のリペアをお仕事としてメインでやられてるんですけども、はい、そのまあそのこうライブのこういう演奏とは別にね、うん、それで一回ね、それである人の紹介で行ったのよ。それで出会ったんですね。ですね、うん、ギターを持って、そう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 、うん、リペア、うん、ギターちょっと割れたりとかもしたこともあったし、うん、いろいろあってね、それからの出会いなんだけども、そこの場所に行ってびっくりしたのは、うん、僕の徳間ジャパンの頃のもう30年以上前なんだけど、30年とかまあもっとかな、40年近く前に、うん、そのマネージメントしてた男が高円寺で楽器屋さんをやってたのね、うん、そこ同じ場所だったのよ、マネージャーが、そこの、いや同じ場所だったのよ、古澤さんのお店が、はあ、そう、まるっきりそのイメージは残ってるんだけども、うん、その楽器のリペアをそこでやられてて、あ、じゃあご存知なんですか、そのマネージャーさん。いやいや、知らない、全く間に一人入ってるんで、うん、そうそう、いっぺんお会いしてるのかもしれないんだけど、そうなんですか、うん、それがね、僕のことを気に入ってね、マネージメントしてくれてたんですよ、うん、で僕はちょっとうまくいかなくてね、うん、みんな不幸にしたわけですよ、バンドの連中も含めてね、うん、マネージャーも含めて、うん、だから僕はもうずっとそれをね悔やみ続けてもう40年暗い男だなみたいな。いやでもね、その福田さんのお店に行った時に、うんうん、もうびっくりしたもん、あ、もう蘇ってきて、その暗い思い出が蘇って、いや暗い思い出じゃなくてそのマネージャーとの思い出がねそこで出会って僕にかけようと思って、その2回目のレコード会社の時にマネジメントしたり、うん、それでもう投げ打って僕についてきてくれた男がいるんですよ、うん、そう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 、そだからそういう場所だったんでもうびっくりしちゃって、そんなにもう建て替わってたらね、全く違うような建物になってたらそんなにないんだけど、うん、もうなんかね壁の要するにもう様子とかね、シミとかね、うん、なんかもう似てるのよ、もうなんかね、そういう出会いでしたよね。そうかね、そう、びっくりしましたよあの時はね。だからなんかね、ギターがよく壊れるんだよ。それおそらくそれ古澤さんに会いたいからだと思うけどね。そこの場所になんか地盤なんだ。そうそうそう。だからね、もうギターをしょっちゅう壊れててね。うん、うん、そういう。なんか前車に轢かれたとかっていう、その時かもうそれ、その時はね、これ横浜の野毛かなんかでね、うん、車の横にまあその路肩に僕はちょっとギターを置いてたのは悪いんだけど、その車が来たから避けようと思ってギターを、夜だったのね、うん、ギターも避けたんだけど、そのギターに乗り上がっちゃってさ、ギター割れてたのよね、それを修理してもらったのよ、うん、めちゃくちゃになんない、いやめちゃくちゃになんなかった、そんなに、うん、ただ大変歪みが来てたみたいな、それで大変な修理をずっと古澤さんにしていただいて、うん、そういうのあったよね、いろんな思い出があるその、ね、
古澤さんとの思い出はいろいろありますけどもですね、お二人があそこの楽器屋でこう並んで、僕がたまに古澤さんとか行くとき並んで二人で練習されてるじゃないですか。そうだね、あのそこでね、いつも最近は練習をもうそこでやってるのね。でね、あの最近僕らもライブを時どころやるんだけど、うんうん、だんだん行くのが辛くなってきて、面倒になってきて、うん、でライブハウスっていうのはあのその結局なんか同じ人しか来ないなっていうのってあるじゃない、なんかそういう感じが。あ、確かに、ね、だから今度ね、今月の25日に、うんうん、お店でまあ、公開練習ライブみたいな、とりあえず練習してるから、それをそのままライブにしちゃおうと、それをやろうかななんて思ってる。あ、それいいですね。なるほどね。それをね、月1回ずつぐらい やりたいなと思って。で、俺たまに俺がゲストに入ってた。あ、いいな。必ずそれいい、ね、その毎回ゲスト誰かを呼んでやるっていうのが面白いんじゃないかなと思って。はいはいはい、あ、いいじゃないですかね。そこで何やるって、じゃあこれやるって興味じゃない。うん、で、うん、これちょっと練習しながら、うん、あ、じゃあやるねみたいなライブもいいんじゃない。いいですよね。あ、それいいな。うん、じゃあ来てくれる、ぜひ参加参加しますよ。俺本当にじゃあゲストで、うん、そうです、全然いい全然いいし、なんかそういうのはいいですよね。もっとこう手頃にね、そうだから手軽にこう聴けるようなね、うん、皆さん生活の中に音楽を持ってこよう、ね、そうそうそう、ああ、その方がいいね、うん、なんか構えてね、そうそうそう、ライブっていうのはね、うん、よくあの、うん、あれだけどもこう、うん、ライブやることによってほらプレッシャーになっちゃったら、うん、結構いい音楽ってなかなかできないじゃないですか、ね、まあ、そうですよね、うん、なんかこうそうじゃなくて、うん、なんかあんま無理がないようにね、そう、うん、あ、銭湯でやってないですか。あ、銭湯がね、銭湯でライブやってでしょ。この間そう、その時銭湯でやった後だったんだ、ね、なんだ、うん、俺それ行きたいな銭湯、ね、銭湯ライブってのもいいよ ね、うん、ね、どうでしょう、山さん大笑いしてるけどちゃんと洋服着てますよ、うん、銭湯がね、もともと俺大好きだから、あ、ね、そう言ってたよね、うん、銭湯大好き、銭湯はな、あのやっぱり銭湯今大変だけど、うん、やっぱあれは日本の文化ですからね、と思います。あれはなくしちゃう、もう絶対ならんよね、うん、リバーブいらないですよね、銭湯は、うん、ね、あ、リバーブね、いらないし、もうあの銭湯で今みたいにビートルズこう やってみんな風呂入ってんの、風呂は入ってないでしょ。入ってない、入ってない。風呂入ってたら大変なことになるね。いやいやいや。いやでもあの銭湯で落語やったりとか、うん、そういうのは ね、ありますね。でも昔はそういうことやってたんじゃないかな、そうそう、銭湯って。そうですよね。人がね、うん、集まる。芸能のね、よくはな、うん、あのどっかあの旅館っていうかあの地方行くとその宴会場みたいなのあるじゃないですか。うんうん、でね、あのお芝居の方とかね、いらしたりなんかしてね、そういうのはいいかなとか思いますけどもですね、ミキさんリクエスト来てる、なんかリクエストはないですけど、うん、あ、本当、じゃあ行きましょうか、ちょっと、あ、行きます、お便り、お便り、お便り、はい、お便り、はいはい、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、日本シリーズの経過も伴っているのか、秋晴れの博多です、うんうんうん、先週の金玉も賑やかで楽しかったですね、人間はね、金玉ね、はい、はい、としみさん、オイラは決して有名人ではございませんので、うん、あしからず、うんうん、今日はマジカルヨーヨーストリングスバンドの皆さんですね、お帰りなさい、はい、あの素敵な音色が、はい、覚えてますね、音色が文字通り昼下がりのおしゃれな FM を飾りそうでワクワクしています、はいはいはい、今日は倍の時間ですが、あっという間の1時間をリラックスして楽しんでください、うん、今日はリクエストはなしです、お好きな曲を楽しんでください、うん、それがこっちにも伝わりますので、カナオさん、ついに11月に入りましたね、はい、ということは、ね、あと2週間ですよ、うん、とにかく今月は基本それに中心にして心の準備しておきます。11月はですね、ツアーで行かれますね、博多九州ツアーっていうか、まあプチツアーね、何回か久留米と福岡 と、ま、生まれ故郷の地方の能形、はい、で、あとそれ終わって横浜にでやって、横浜は、23日マイタアビームです、ね、あとでね、はい、で、あと福島行くんだね、そうですね、うん、福島行きますね、朝日新聞出てる、あ、そうなんですね、この前 ね、あの取材に、あ、朝日新聞ね、この間来ていただいたのが ね、朝日新聞デジタルにね、まずデジタルで、あと紙バシーンと出てましたね、ね、嬉しいですよね、俺冗談かと思ってさ、なんか冗談ではない、いや、メールがね入ったのよ、小田君、あの記者の小田さんから、ね、小田君って言ったら、はい、それで、メール入ってね、
ひょっとしたらっていうか、俺カップ忘れたかな、あそこなんだっけ、あ朝日新聞デジタルっていうのにね、うん、出ますよ、でも出るかもしれないですっていうね、そうなんです、お話をねちょっといただいて、うん、あついでに、うん、まだありますね、カナオさん、うん、ついに11月でしょ、うん、オイラが初めてカナオさんを生体験した時以来なんで、うん、またとしみさんにも会いたいです、ありがとうございます、私も会いたいです、ミキさん、ミキさんってね有名ですよ、私たちの中では、ミュージシャンの中ではとりあえず博多のね、博多に行けばミキさんが、ね、来てくださるというね、応援に、うんうん、でも心強い、今回そういうサポーターです、まあ西朝日新聞か、朝日新聞、ね、デジタル版でしたけどね、出させていただいてですね、いろいろまあ僕の記事が結構大きな記事でしたね、うん、そうだね、写真とかもいろいろ入ってて、うん、それでまあもともと音楽やったきっかけと生まれ故郷とねから離れてこっちで、うん、まあ、デビューしたりしたんですけど、まあ福島に行って福島の方が僕の曲とかを歌ってくれてるっていうのはね、うん、すごく嬉しくて、結局復興ソングっていう形じゃないんで、もともと父が亡くなった時にもう20年ぐらい前に亡くなったんですけども、まあ、会えなかったね時に作った歌なんですけども、それがまあきっかけになって福島の方は僕の CD の曲をほとんどみんなカバーしてくれたりするんですよ、すごい、うんうん、そしたらそのライブ行ったら加納よしろでいいみたいなのがあってみんなが歌うから、でも僕はその中で間に何曲か歌うんだけど、かぶるわけですよ曲が、だから、ね、うん、だからちょっとで歌詞間違えたらもうみんなわかりますからねそうですよね、その中のね今日は一曲、うん、うん、マジカルヨーヨーストリングスバンドのね、うん、お二人とね今日はちょっとジョイントやりたいと思いますけどもですね、はい、どうしよう、風の中で立っていきますか、そうですね、これがね一番あれだけど、いきますか、
金尾芳郎、風の中で盾歌わせていただきました。気持ちいい、ね、楽しいじゃないですか。この生放送の中でね、こういう打ち合わせもなく、何を歌うかも言わず内緒にしておきながら、ね、いきなりうん、まあ自分だけ気持ちがいいっていうのはね、一番聞いてる皆さんが ねいい感じで ね伝わるわけですからですね、きっと良かったと思いますよ。まあもうこれで第1回目のゲストに呼んでいただきましょうよ、ね、銭湯これ銭湯じゃなくて銭湯じゃなくてあのお店のねお店の方、ね、あ、お店銭湯ね、いいじゃないですか。銭湯ね、あるといいんだけどね、うん、銭湯お呼びかこないね、うん、銭湯大丈夫なのかなあの銭湯なんか1個ずつね銭湯なくなっていくから、ね、今大変だからね。あのそういうちょっと企画があって、うん、あ、そうですか、うん、あの僕もね最近行ってる銭湯、まあほら温泉、あのスーパー銭湯みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのは、まあ、その割とそういうのよりも、まあ、昔ながらの銭湯が僕好きなんですけど、うんうん、その子供たちがね、子供たちのためにその図書館みたいになってるんです、銭湯 の、 あの、ちょっと部屋スペースがあって番台が普通あるじゃないですか、うんうん、で男湯女湯ってこう、うんうん、ね、あの分かれて番台が真ん中にあるようなパターンが多いじゃないですか、うんうん、そこはね、あの番台みたいのがあって、うん、ちょっとスペースがあるんですよ、あの、うん、コミュニティスペースみたいな、うんうん、だから本とか漫画本とかって子供たちの勉強したりとかもするんだけど、うんうん、子供一人でも入れるようになってるわけですよ、ね、ああ、なるほどね、それは素敵だね。そうそうそう、うん、それでその、うん、あの例えば友達的のねご両親で子供がね一人で風呂にでも入れるような感じで、そうそうそう、ね、学童みたいな感じの、あの、安心して行かせる。いや、土地よりももちろん来るんだけど、うん、もういきなり年寄りが多かった時あって、うん、年寄りばっかり入ってて、いや、年寄り。僕ももうその日、近くなるんだけど、うん、年寄りの日っていうのがあるんですよ、うん。年寄りの日じゃないや、なんかそういうね、無料の日が。シルバーデイズ。シルバーデイズが。うん、
デイがね、うん、でびっくりしてね、知らなくてね、あの一応教えてもらって溶け込んでいや、俺いやもうそろそろブッシルバーですからね、もうすでに。で、もう今年64、今年も64ですよね。うささんもあれもう大台ですよ。嘘あれでしょ、もう8かな、うん、8、うん、ね、あ、じゃあエディさんよりもちょっと下になるのかな、荒井健さんとかあの辺と同じぐらいですね。でもみんなね似たり寄ったりの感じになりますでもね、銭湯はああいうあのいろいろ工夫してる銭湯ありますよね、うんうん、で、あのサウナも無料なんですよ、そこは、でちっちゃなサウナがあって、でせあのお風呂もずっとあの小分けにしてあるから、いろいろ電気湯とか、あの、ね、ちっちゃい、うん、ちっちゃい風呂がやっぱいっぱいあるんですよ、うん、一応。電気湯って懐かしい。電気風呂っていうのもあるし、うん、で水風呂があるんですよ。電気風呂で、サウナがね、うん、もう安いっていうか、ただなんだけど、うん、ただ無料なんだけど、ものすごい暑いのよ。江戸の風呂ってものすごい暑いじゃないですか。江戸の湯って暑い。もう俺それに慣れて、普通のなんか旅館とか、あの、観光地の。まあ温泉はぬるいからね。温泉に入るともう生ぬるいわけですよ。もうだから、あの、なんかでもその暑い湯にね、あの、下町の暑い湯に慣れたらね。あれ、江戸の湯は暑いの？暑いでしょ。あの、いや、温度が違う。他のイメージがないんだけど、例えば京都とか。いや江戸なんか暑いイメージない。もうみんな暑い風呂ばっかり入るような感じ。そうかもしれない。カリ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 。本当？銭湯はね。あ、そうですか。あんまり行かないです。行く人はあんまり少ないでしょうね。僕みたいに銭湯ばっかり行って、もう楽しみそれしかないもんだって。銭湯が。もう本当悲しいよね。楽しみ銭湯と酒ぐらいのなんか全然ダメでしょ。ということでですね、マチャリサトさんのね、日の当たる坂道またね、後日しっかり歌いますのでですね、またよろしくお願いいたします。ということでね、このあっという間のね、僕、マジカルヨーヨーストリングスバンドのお二人ですけども、近いうちにライブっていうのはありますか？だからね、今月の25日に高円寺のサニーサイドっていう楽器店 で、はいはいはい、やろうかなと思ってんだよね。あ、そうですか、うん、25日、なんかあれ入ってる今月でしょ、うん、25は九州からちょうど帰ってきてる頃ですね。いや、帰ってきてる。23がライブだから。24、25、空いてるね。じゃあ、空いてるかもしれない。2日が空いてないかもしれない。空いてますね。空いてる。本当にお客さんは来るか来ないか分かんないけど、まず自分たちでまず楽しもう。楽しもうということですね。いいですね。じゃあ、ね。やりましょうよ。昼間ですか？夜。夜って言ってもまあ、6時ぐらい、5、6時ぐらいから。本当？うん、25時、はい、いいですよ。もしダメなら電話中だ。僕が行くって分かったらもう大変なことになりますよ。高円寺駅からもう人並びますよ。うわ、そうなんだ。そうだよ。そうなるといいな。そうなりたいよね。まあ一応ちょっとずつほら、あのマスコミもね取り上げていただいてるからさ、ちょっとずつ、そうまあそのうちね、4日はね、4日赤坂でねライブなんで、もしよかったら遊びに来てください。あ、赤坂フラットンカンティーナね。ちょっとスケジュールだけご紹介しますね。11月4日日曜日ですけどね、フラットンカンティーナ。6時から。あとは4日の次はツアー、あとツアーですね。17日がね、これ久留米ですね、久留米のファンキードッグ。それで18日が博多のブラリーっていうところですね。で19日お休みで20日、20日僕の誕生日、能型生まれ故郷、バースデー、ジャズバーで、僕明日じゃない、4日、4日、おめでとうございます。本当におめでとうございます。4日で何ですか、古希じゃないの、8くか、本当、そうですか。いや、もうね、かっこいいですね。なんかやっぱりね、ここまでしてやっぱ音楽こだわってやり続けるっていうね、ことが素晴らしいよね。なんかいい力。若い人も魅力的だけど、先週はね、若い。やっぱゆったりしてるからいいな。いつもガン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 ってやってる。世話しなくから。なんか喧嘩寄ってるような気がするんだけど。僕はやかましいって言うんで、声が。生声やかましい。
出ましたか。もうあっという間 の時間となってしまいました。あの本当にすいません、ありがとうございました。素敵な時間をありがとうございました。今日はマジカルヨーヨーストリングスバンドの、はい、古澤さんと、はい、塩田さんです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。松下と島さんお疲れ様でした。ありがとうございました、動画の菊池さんもいつもありがとうございます。ということでね、来週のゲストはあなた分かりますか。わかりません。わかりません。お楽しみいただきたいと思います。ゲスト続きますよ。はい。うん。ずっとね。ずっとずっと。まあ菊田俊介さんも入ってるし、まあ吉田由紀子さん。はい。大野恵里さん。大野恵里さんも。ね。来週はね、若手バンド。あ、インフィニット。うん。インフィニットアレイズ、ね。アレイズの、はいはい、皆さんですね。はい、お待ちしてます。あと国サッカーブルースバンドね。はい。CD 出した人ばっかり多いですね最近ね。CD 下げてね、そうですね、下げてきてください、楽しみにしていただきたいと思います。今後ともね、音楽魂、10年になりましたけどもですね、よろしくお願いいたします。あ、それでね、朝日新聞結構川崎 FM 取り上げてましたよ。そうそう、大きく出てました、ねということでですね、はい、お楽しみいただきたいと思います。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。